はい、どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回はですね、 FX ゴリガルヒと速稼塾限定動画でお届けするこの FX の相場解説ですけども、大きな流れが起きましたね。それがですね、やっぱこう利上げのペースが、アメリカの方でね、ちょっと変わったよってことです。その前にお話したいのがこちらのチャンネルラインなんですけども、横ばいに入ると思ったものが今度ね、ちょっと下向きになってきたなってです。ですね、新しいレンジとして考えていって、このチャンネルラインは脱したかなっていうところで、新しいフェーズに入るように、今度ね、日足の方も見ていった方がいいかなと思います。つまりどういうことかっていうと、日足も横ばいに入ったんで、一方的に右肩下がりっていうのはもうちょっとこう考え直す時かなっていうところですよね。でまたね、右下がり落ちるかもしれないですけどね。はい、次4時間なんですけども、ご覧のようにですよ、この辺りでレンジが来てたものが一気にブレイクして下の方に向かいました。ただしちょっとね、ヒゲが上下に出てますんで、もうしばらく慎重に見た方がいいかなと思います。この後の動きっていうのはそんな経験には予測できませんけども、これ下下げ圧力の方に抜けてきたんで、下に行くことを考えた方がいいでしょうね。つまり128円台っていう風のをずっと私も言ってましたけども、紆余曲折あってやっと行ったって感じです。場合によっては128円っていうのはもう訪れずに、円安の方向にね、再度持っていっちゃうんじゃないかなっていう懸念もありました。そのためにはこのレンジを抜けて上に行くことと、補助的にここにトライアングルができたんで、トライアングルをね、アセンディングトライアングルを受けて上に行くこととか、あとここら辺のネックラインをいかに超えていくかっていうね、いくつもの問題がありました。それをクリアすると、さすがに4時間だろうと1日に影響を与え、1日だろうと1週間に影響を与えて、支配波をね、逆転さすっていうのが起きるんじゃないかなと思いましたけども、今回起きそうにないなというふうに改めて思いました。ですんで、これからも下の方向に圧力が進むと思って間違いないと思いますね。はい、で1時間を見ていきます。1時間を見ると、確かにレンジにはなると思いますけども、私がね思うのは、ここのもじゃもじゃっとしたところをね、ちょっと一旦つないでですね、適当にちょっと太めの線でつなぎましょうか、こういうふうに。で、こっから下のフェーズでことが起きるっていうふうに考えようかなってことです。で、とりあえずヒゲ先を仮定にして、下の底ですよ。で、上底っていうのはちょっと一方の線では引きにくいんで、この太い軸にしようかなと思いますね。つまり、上底が129円215から129円320の10ピプスを考えていきます。で、下の仮定ですよね、下の底っていうのが128円の480あたりで考えていく。この間で推移するふうに今日は思いながら、レンジオプションを引いていこうかなと思いますね。このぐらいあればレンジ内オプションも使えますんで、とりあえずレンジ内オプションでエントリーをしていきましょう。今日はそんな感じですね。はい、プラスですね、昨日の利益をどういうふうにもたらしていったのかってことを、この後2つの動画をミックスして、今回特別に FX オリアルヒの方だけではなくて、速稼塾の限定動画をご覧の皆様にもお届けしますので、そちらの方をご覧ください。それでは本編の放送は以上でございます。続きが見たい方はこのまま再生し続けてください。はい、どうもお疲れ様です。2月2日1時46分いつもより早く目が覚めましたけども、やったやりましたよ。なんかオフレコですと言いながらね、期待をしていたところですけども、やっちゃいけないのが、やっぱりね、ロスカットラインは絶対エントリーと同時にやってくださいと同時に、これも利確のためのね、エグジットも絶対に設定しておいてもらいたいんですが、今回私は利確ポイントを設けませんでした。で、放置して今に至るんですけども、巨大利益が出ましたね。巨大利益が、はい、いただきました。かなりいただきました。80ピップス弱取れましたね、今回はね。利確をしているのはもうこの辺であるんですけども、今ちょっと戻って129円の264ですけども、やっぱね、エントリーして、この辺りでエントリーするわけですけどもね、取れましたね、これは。一応ね、この辺りで利確ポイントを設けた方が良かったんではないかなと思いながらの、ブレイクアウト、このブレイクアウトだったんですけども、前夜の放送で申し上げましたけども、伸びる分はもう放置しておいて寝るみたいな感じだったんですけどもね、
この辺まで伸びたってことじゃないですか。このポイントまで、このヒゲ先に反応して、まあ利確をした人が多かったんで、大きなヒゲ出してますねこれね。どういう風になったんでしょうかね。リアルタイムで見てないんでここは分かりませんけど、伸びた後に縮んだのか、それとも別の方向でねこのヒゲが出たのか分かりませんけども、一番美味しいところでね利確できたかなと思います。はい、まあ私の体験はそれでもいいんですけども、結局そのレンジがここにあってね、ブレイクアウトしましたよねってことですよね。はい、ブレイクアウトしてぐーっと伸びたと。はっきりとブレイクアウトしたのはやっぱ久しぶりだなと思います。やっぱレンジを悩みながらも絞り込んでいって、レンジってのはね、私の考え方で言うと、この間が60ピップスから70ピップスぐらいあるとレンジ内オプションにすごく有効なんですよ。もちろん1円前後の幅があってもレンジ内オプションは取りやすいですけども、今度逆に絞っちゃったわけね。今回は狭くなっちゃって40ピップスぐらいしかこの間ないわけですよ。ってことはもうこれはレンジ内オプションが無理なんで、ブレイクアウトを狙うようなレンジになったってことを前回までの放送で申し上げました。で、昨日は水曜日1日ねエントリーするチャンスがなかったんですけども、それを取り戻すぐらいの大きなブレイクアウトが起きました。もう一つはこれ三角形にも見えるってことを言いましたよね。つまりペナントが収束して下にズバーンと抜けるやつですよ。こちらの方が今回来たってことですよね。それと同時に振り返ってみるとね、これは、オリガルヒの生徒さんの見解でもあったんですけども、アセンディングトライアングルも見えるんじゃないかなってことですよね。うん、アセンディングトライアングルも見えますよ、もちろん。うん、私はそんなに強く意識しなかったんですけども、言われてね、あ、確かになと思ったんですよ。で、アセンディングトライアングルの特徴としては、上に抜けることも多いんですよ。上に抜けることが多いんですよ。基本的には上に抜けるんですよ、アセンディングの場合は。でも、下に抜ける場合ってこうやって、まだ三角形が収束しきってない時に抜けていくってことも、やっぱあるんだなというところね、再度確認しましたね。というところでね、今回の下落のブレイクは気づけないものではないってことなんですよ。そのために昨日1日動画更新多分6回してると思うんですよね。その6回で今日のこのブレイクアウトにまでたどり着いたってことなんで、水曜日1日を使ってね、このなんか70数ピップスは取れたかなっていう時になります。うん、なかなか今回は気持ちがいいブレイクアウトでしたね。しかも下方は寝て待てっていうかね、うん、なんか覚悟して寝たら起きた時にこうなっていたみたいな感じで、ブレイクアウトのいい参考になったと思います。レンジを絞り込んでいってブレイクアウト用にレンジを作るっていう、まあそんなね、相場解説をしたということになりました。それではここからの動きまたね、朝6時ぐらいにお話ししようかと思いますんで、あと4時間ほどお待ちください。それでは今回の動画永久保存版です。どうもオリガルヒの皆様、ちょっと特別な放送になります。緊急ですね。前回ですね、利確をしたよってことでこの辺りで放送したと思いますけども、あれから2時間3時間ほど経って、なんとですね、そっから急速にまたねこう上昇が起きました。で、今急速にヒゲを出して戻りつつあるんですけども、これが一体何なのかなと思ったら、今この瞬間ですね、同じ時間、今ね深夜の4時50、25分ですね、まあ朝4時と言ってもいいですかね、2月2日の4時なんですけども、このアメリカの利上げが 0.25 っていうのがね、発表されてますね。ずっと去年は 0.75 できていて、最終的に 0.5 っていう報道があった時にまた大振れしたんですけども、そこから急速に利上げを減速して 0.25 になったということなんですよ。かなりのこう引き締めになってきたかなっていうところですね。今回のファンダメンタルなんですけども、3つぐらいポイントがあって、利上げ幅は 0.25 と2回5連続で縮小して通常のペースになってきたと、まあ、いわゆるね、どん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 経済が戻ってきたってことですよね。そして、断続的継続的な引き上げの声明は維持すると、うん、で利上げ停止期間が先であることを示唆しているということですよね。だからちょっと先にまた大きな動きがあるかなってところです。そしてインフレ率がやや鈍化してきて、インフレが収まってきたかなってところがありますね。こちらの方は5月の会合で利上げの停止をするんではないかなっていうふうに見られています。ですんで、このね利上げ騒動もあと一息なんで、ファンダメンタルの要素が一個なくなるのかなってことです。ちょっと難しくなりますけどね、ファンダメンタル言い出したら。あくまでも私たちはテクニカルに従ってやっていくっていうことで FX オリガルヒをやってますんで、今回ね急速にもう一回戻しましょうか。利上げによって
こういうふうな動きがね出てきました。でこちらはね利上げとか関係なく大きくブレイクしたんでしょうけども、その反対側ですね、この利上げによって価格が戻っていったってことがあります。ただこの戻りもちょっとねこう売られすぎ買われすぎってのがあって、冷えを出してまた沈静化してるんだろうと思いますね。ちょうど2時間ほど経つと、いつものほら、FX オリアリと速稼塾の限定動画、こちらの方をまた撮ることになりますけども、その頃には、今日木曜日1日の2月2日の方向性は見えてくるんではなかろうかと思いますよね。まあ、要するに深夜のうちに大きな動きは収まったってことだと解釈できると思います。それではもうちょっとね、お時間お待ちください。まあすいません、先ほどの動画といい、今回の動画といい、こんな時間ですから、ご覧になってる方いないと思うんですけどもね。ただちょっと今回は、まとめた動画を作って、日中に追加配信しようかと思います。それでは。